俺、富田優作はボスからの指令を受け、謎の組織フライングピギーのアジトへ潜入する。だがしかし、奴らの巧妙な罠にはまり、あと一歩というところで奴らに逃げられてしまった。これは謎の組織フライングピギーを追う孤独なデカの物語である。あれから俺は三日三晩走り続け、ついに奴らの目撃情報を得てこの地にたどり着いた。奴らは一体どこに。うわっ、あれはアジトにいたボーイアンガール。あ、そういえばこの前のタイムマシンすごかったね。ああ、そうっすね。よし、こっから先はこいつの出番だ。マルヒトラック、じゃあ。よし、これで俺の姿は奴らに見えないはずだが、しかし万が一のことを考えて、もう少し後ろへ下がって奴らの行動に刮目してみよう。今日のところで話はそれるが、あの女の子、どことなくリカちゃんに似ている気がする。もう少し胸さんに来ちゃいますね。練習しないと怒られる。はい、じゃあ練習しよう。ん？何者？おはようございます。お疲れ様です。薬局後はよろしくお願いします。お願いします。うわっ、いかん。あれ？おかしいな。模擬弾出るはずなんだけど。メイさん行っちゃいましたよ。マジなんだこれは。